どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルは、どんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲が弾いて歌い弾き語りができるようになっちゃいますよ、ということで日々簡単レッスン動画を公開してます。今日も張り切ってレッスンスタートしていきます。今日取り上げたいテーマソングがこちらです。ドン、佐野元春さんの約束の橋。はい、この曲はですね、佐野元春さんの1989年のリリースなんですけれども、こうガズさんのこの記憶でね、あそうかというのはね、20歳の約束というドラマの主題歌だったということで、これね、20歳の約束っていうドラマあったじゃないですか、牧瀬里穂さんの。それで、ね、20歳の約束が放映になった時、僕20歳だったんです。なんてすげえよく覚えてるんですよね。で、このドラマの主題歌ということなんですけど、まあちょっとこのドラマの主題歌っていうのを一回置いといたとしても、まあすごいこの熱い曲でなんか勇気を持って応援してくれるような、応援歌なんかパワーになるようなめちゃくちゃナイスな曲、ウクレレ一本でもパワフルに再現していきましょう。さあ本日は G ラムのブラックビューティーモデルウクレレと、シンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンしていこうと思うんですけど、ただいま大好評にて G ラムウクレレたち販売予約受付期間真っ最中のど真ん中の期間でございます。8月の、募集の期間はね、今月末までになってますので、ぜひ皆さん概要欄でですね、最強最高のガズレレウクレレ G ラムウクレレたちチェックしてみてください。さあそしてもうお知らせ、はい、どんどん行きますよ。はい、こちら、タワーレコードで今イベント開催中でね、第2弾がいよいよ、長野県の上田に迫っております。上田のタワーレコードもうあさってですね、来てください。14時からです。このね、黄緑色のソングブック6の発売記念イベントということです。でその翌々週になるのかな、大阪の八尾タワーレコードでも、誰でも参加できる無料イベントですからね、ウクレレ持って大セッションしましょう。集まってください。で、あの予約もいらずに誰でも来れるんですけど、このね、上田店と、ヤオ店のタワーレコードさんでこの黄緑の本をゲットしてくださった方はいいこといっぱいあるんで、サインをしますよとか、前の方に、見られますよとかいうね、あのある詳細概要欄に貼っておくんで、ぜひチェックしておいてください。でこの黄緑色の本を含むこの本たちが20万部突破、すごいよということで、リットミュージック社さんで、このガズレレフェア開催中です。全国270店舗のお店で、開催中なんですけど、フェアをやっているお店でガズレレ本を買ってもらうと、ミニノートブックプレゼントとかウクレレが当たるよというね、フェアをやってます。ぜひチェックしてください。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、入門コード5個でいっちゃいましょう。はい、後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはこのドライブ感ですね。軽やかなドライブ感に、ちょっとコードもね、かっこいいコードが足されて、さらにエモーショナルにパワフルな感じになっております。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生、自分が大好きな曲を聴いていただけからやるに変わるわけですから、楽しくなりますよ。さあガズレレで音楽始めてください。はい、じゃあレッスン入っていきましょう。佐野元春さんの約束の橋、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、デン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 、
さんの約束の橋ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはですねシンプルですよね。俺演奏だけ言ったらですね、まあ簡単なんですよ。でも簡単なんだけど、だからこそこう歌の感覚、歌のこのドライブ感、感情表現たっぷり乗せられる、めちゃくちゃいいです。これは本当なんかこうビートを感じるというかね、歌にもビートが乗ってるし、こっちももうウクレレももちろんビートなんですけどね、このハートビートと一緒にこうリンクさせて熱く歌っていきましょう。今のバージョンはですねガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンで、イントロが結構印象的で長めのイントロなんですけど、イントロ全部やって A メロやって B メロやって、C メロ、西の果てから東の果てまでやって、またこの2番いきます。君は踊る2番やって、また B メロやって C メロやった後にサビ、今までの君は間違いじゃないで、そこをやった後に感想をやったらもうラストのサビに行っちゃいます。本当はここからまたね3番みたいな感じで続いていくんですけど、そこはちょっとショートカットアレンジバージョンさせていただいて、フルでどうしてもやりたいなという方もまずはガズレレバージョンでこれ練習してもらうと、あとねコード進行を書いて3番の歌詞書き加えていくだけでフルコーラスできるようになってますんで、いずれちょっとそれもやってみてください。ひとまずガズレレスン動画で、スタートしてもらいたいんですけど、ガズレレはねコード、動画の中でコードと歌詞が出てるから、それ見ながらウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としては今やったガズさんの簡単バージョンの、動画に合わせて一緒に弾けるようになったら素晴らしい。まず1個目のゴール達成でいいと思います。そこまで練習してください。一緒にできるようになったよという方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube チャンネルを一切見ずに皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出していただく、これがいいなと思うんですけど、とはいって最初からもうね歌詞とコードを全部丸暗記するのはねやっぱりちょっと大変でしょうから、やっぱりね楽譜練習がいいと思うんですよね。楽譜を見て何回も何回もこう練習して覚えちゃって、いずれ夕焼けに向かって、朝日に向かって、青空に向かって、海に向かって歌っていく、こういうのがいいなというふうに思うんですけど、楽譜って今言ったけどどこにあるんですか楽譜はというふうに思うかもしれません。安心してください。今のガズさんの演奏はですね、ガズのノート、はい、42冊目にも到達しておりますに、書いたですね、このね今日2枚にわたってるんですよ、これで、はい、これをですね、今見ながらやっていったんですけど、これもうちょっとしたらこんな風にね、カメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですよね。で、その前にですね、これをですね、いい感じでゲットできるで、めちゃくちゃいいサービスが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね、その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、とガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログ
ログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガゼレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。約束の橋、佐野元春さん、今日は2枚に渡ってます。1、2って感じですね。はい、見ていきましょう。これイントロがすごい長いんですよね。まあなんですけど、このコード自体は簡単なんで、このメロディーを覚えて一緒にね、今のガズさんみたいに歌ってもらうといいと思います。で、こここんな感じでワンブロックちっちゃいですよ。 C でワンブロックですからね。 1,2,3,4,1,2,3,4 ってこれ淡々と進んでいくんですけど、ここワンブロック2つになってたり、ここもワンブロック2つになってたりするんですけど、ここちょっとかっこいいバージョンで、ここねコードちょっと C からシンコペーションで C サスポー、これ後で解説しますけど、ツタタタタこんな感じでちょっとねフレーズを入れてやっていこうと思います。はい、でここから A メロなんですけども、このコード進行見てくださいよ。すげえ簡単、簡単なんだけど、この歌の見て、この歌詞のぎゅうぎゅう詰めな、この歌詞のねドライブ感がめちゃくちゃ大事になるんですよ今日はね。君は行く、奪われた、この言葉にリズムが乗ってる、これをね意識してください。こんな感じで、今映しとくんで、皆さん一時停止して、帰っていってください。あ、そうで、ここに見てくるっと下に囲ってるのあるじゃないですか。まあ、ここもそうですけど、これかっこいいバージョンではこのコードを使いますよということです。これ今日はねかっこいいバージョンでは Em と G というコードを使ってね響きさらに高めていこうと思います。はい、そんな感じで今度は映しとくので、一時停止してノートなどに書き出していってください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書き楽譜ノートをダウンロード、そのまんまお手元にダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴を見てください。言葉の上にこう点がついていたり、これ V がついていたり、はい、これここ点がついてるでしょ。これリズムが分かるようになってるんですよ。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。君は行く、うん、奪われた暗闇の中にと惑いながら。ね、これ、この点でリズムが分かるようになってるんですね。最初これ A メロ1番は君は行くで、だけど、例えばここ2番は君は踊るんですね。君は踊る。みの上に点が書いてある。ここ、こういうところの違いですね。君は踊る。みから C が始まる。こっちは木から始まるんですよ。君は行く。こういうのが分かるようになっているというね、ガズノート、めちゃくちゃヒントがたっぷりなんで、ぜひガズクラブに入っていただいてご活用いただくのもおすすめですが、お時間ある方は、この、今一時停止して、ゆっくり書いていってください。はい、まず、イントロ A メロ、B メロから、B メロまで。いいですか？はい、じゃあ次 C メロ。で、ここね、ちょっと見てもらうと B メロもそうなんだけど、1回目、2回目でちょっと歌詞変わってるところあるんですね。で、これ一応書いておきました。ここの C メロもですね、ここ歌詞がちょっと変わってるんですけど、ちょっとね場所の節約で、こんなような感じに書いてあります。じゃあ C メロ行きましょうか。はい。これは西の果てからが1回目、2回目が街の果てからね、こんな感じで変わってますよということでございます。はい。歌詞がね、はい。ここ注目ですね。はい。で、これをやったら、まあ、じゃあ、だから順番でいくと、イントロやったら A メロやって、B メロやって、C メロやって、で、また A メロ2番、ここ行きます。で、ここ行ったら、はい、ここから繰り返しになるわけですね。はい、B メロのこの2回目の2番の歌詞を歌って、C メロのこの2番の歌詞を歌って、そしてここです。サビです。今までの君は間違いじゃない。ここがもうやっぱりいいやつですね。サビですから。はい。こんな感じで、感想に行きまして、いいですか？はい。それでこっちくるりんぱとしますと、最後のサビの応酬でございます。これもね、コードだけ見たらめちゃ簡単、C と F だけなんですけど。いやー、この、だからといってね、もう侮っちゃいけません。このドライブ感と歌のね、ビート感、高めていきましょう。はい。ここタタタタって、かっこいいバージョンではこうタタタタってやって終わっていくよということなんですけど、ね、後で解説していきます。こんな感じの構成でガズレレオリジナルアレンジやってみました。出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョン出てくるんで、今のはコード5個だけ。
C と Am と F と G7 と Em7 嬉しいやつ。今映ってるこの5つのコードはガズレレでは超簡単コードのグループ、これです。ガズレレ必須コードのメンバーです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。はい、これね10個もあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たらめっちゃ簡単だけど、いっぺんにどんどん10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるので、私ガズが皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に貼っとくんで、ぜひガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にですね、まあ何回も言ってるように、この曲はやっぱ歌のドライブ感、特に A メロ絡みがねかっこいいです。ちょっとやってみると、君は行く、次です。奪われた暗闇の中に戸惑いながら、ここを引っ掛ける感じで歌うってことですね。なんかこの言葉にもリズム感を乗せるっていうかね、このね、圧力かけていくってやつですよ。はい、言葉でドライブ感をどんどん出していく。棒歌いだとかっこよくないですよ。シンプルな中にもそういうね、このロックの魂みたいなのがこの歌に詰まってると思います。歌よく聴いて、ドライブ感満載で、演奏のドライブ感と、これからかっこいいバージョンでね、ビートも加わってきますから、ね、その、やっぱこのマッチするのがかっこいいと思いますので、しっかり聴いて、ビート感高めていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。コードが3つ追加。まず C サス4、イントロでちょっと出てくる。はい、これですね。C 押さえて C サス4はここです。はい、1回だけ。で、その時ね、B メロのとこでね、いつかクジャクのように、風に翼を広げて、ツバメのように、ここのところがね、やっぱちょっとね、簡単バージョンだとね、もう一歩、ちょっとコード響き欲しいなってとこで E マイナーと G というコードを追加していきますよ。ちょっとこれ同時に出しておきます。E マイナーっていうのはですね、はい、ここです。2弦、1弦の2フレット、2弦の3フレット、3弦の4フレットです。こういう形。ガズレレでたまに出てくる B7 という形を1段下げたってことですね。こことこことここです。4弦も弾きます。はい。これがね、こうやってここだけ押さえると簡単に見えるんだけど、曲の中で、ね、例えばこの曲で言うと F から Em なんだけど、 F をやっといて一回 Em 行くときに一回手が全部離れるんです。これがポイントだから、やってみたら分かるけど、あれってバタバタってなっちゃいがちなんで、ここで F からだったらここでもう手首で押さえといて、こうスライドさせていくみたいに、ちょっとこれコツがいります。 Em で、あと G です。これもね、まあたまに出てきますね。1弦の2フレット、2弦の3フレット、3弦の2フレット。こういう風に押さえてます、ガズは。はい。わかる？はい。この指、この指、こう。で、これでもいいですよ。これでもいい。で、今回 Em から G なんで、まあ、どっちでもいいかな。こうでもいいし、こうでもいいし、こうでもいいし、こうでもいいし。はい。このコードを使って、その流れでやってみると、君は行く。ひび割れた幻の中で苛立ちなら、次ですね。いつかクジャクのように。こんな感じです。ちなみに前のコードでやると、ひび割れ幻の中で苛立ちながら、いつかクジャクのように。はい。なんかちょっとね、違和感あるんですよ。Em から G の方がやっぱりちょっと響きはよりベターになりますから。はい。ちょっとこれトライしてみてください。Em と G で、かっこいいバージョンは B メロ盛り上げていきましょうという感じでございます。はい。で、出てくるリズムは、はい、こちらドン。8ビートの茶。今日はこれでもシンプルにもう一本勝負いきましょう。8ビートの茶はガズレレでも最もね、出てくるリズム代表でございます。はい。8ビートの茶の弾き方、概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムのいろいろのところに、8ビートの茶の濃厚弾き方解説レッスン動画がアップロードされてるんで見てもらいたいんですけど、今ちょっとやってみると C を押さえてドンチャッタッツタチャッカドンチャッタッツタチャッカドンチャッタ、これが今日のビートです。このチャっていうのはですね、ドラムを表現してます。ドンタッツッとパッドン、このパっていうスネアドラムっていうとこ、打楽器の要素をウクレレ一本で再現、かっこいいでしょ。でここで淡々とした、ね、ドライブが力強いんだけど元気いっぱいっていう感じじゃないんですよね。力強いんだけど、なんていうか、ちょっと落ち着いてるんだよな、うん、こんな感じです。ミドルテンポ、これがかっこいい。でここでやっぱ歌のドライブ感とこのね8ビートのリズム感がガチッと合わさった時がめっちゃかっこいいんで、ぜひこれをやってみてくださいと、ではちょっとイントロ解説しましょうか。もうほんと淡々と弾くんですけど、ちょっと最後の方でね決めっぽくなるんで、それをやってみましょう。イントロ全部やってみます。せーの、でー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 、はい、
っていきます。このツタタタタって書いてあるの最初にチャを引いといて、チャッタ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 ッで C さ、 C から C さスポーンとこれ矢印マークシンコペーションなんで C から C さスポーン行って C でタッ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 、はい、こんな感じのイントロでここから歌が入っていきます。歌入ってからはもう淡々とこのビートを刻んでいく。もう本当に今日はね説明がもうないです。でたまにさっき出てきたツタタタタタっていうのが入ってくるんですけど、これも長いツタタタタタと短いツタタタタがあるって感じですね。で B メロの、風に翼を広げてやってみましょうか。 E マイナーからせーの、風に翼を広げて、スタッタッタッ地を張ってから、今のちょっと短めですよね。 F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  チャッタッタッタ西の果て、ちょっとここ短い。でそれに対してその後、西の果てから東の果てまで、F 休みもなく車を走らせていく。次は全部ツタタタが入る。こんな感じの使い分けが出てきますよと。で、あとはもう繰り返しでいってですね。で、あと、ポイントになるのは一番最後の最後、サビの一番最後でですね。君のためなら川を渡ろう。はい。ここは、最後のところなんて、こう、ダダダダダダダって、こう、ちょっと溜めながら、ダウンピッキングだけでやるのがいいかなと思った。君のためなら川を渡ろう。だんだん遅くなって C で終わる。このだんだん遅くなって C で終わるのはガズレレオリジナルアレンジです。原曲はですね、この後またこうエンディングのね、バースに入っていくんですけど、まあ、弾き語りバージョンだとこういうのがかっこいいかなと思って、ちょっとアレンジしてみました。ということで、もうこの上なくシンプル。だから問題になるのはやっぱりコード、E マイナーと G7 のこの B メロのところと、あとはやっぱ何回も言うように、この8ビートと、歌のこの、なんていうかな、組み合わせっていうか、この、コラボですね。このドライブ感が埋めたらもう最高ですね。君は行く奪われた暗闇の中に戸惑いながら、ここがガッガッガッとこうなんかな、こう合わさる、組み合わさる感じがたまらなくかっこいいですよ。なんでリズム慌てずに落ち着いて大丈夫ですからね。なんかね8ビート気持ちいいからどんどん速くなっちゃいがちなんですけど、この曲はちょっと脱力して力抜いてね、ドンドッツッド、大人な8ビートですね。はい。こんな感じがいいと思います。淡々と、この力強く。淡々と力強く、これがいいかなと。あともちろん歌詞の、ちょっとこう、力強い応援歌というか、ほんとね、エネルギーにちょっとなるような、今までの君は間違いじゃない。すごくこう、応援されてる気分になるというね、こう、力強く歌っていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。佐野音晴さんの約束なし、ガズレレリューかっこいいバージョン。やってみる !1、2、1、2、君の
さんの約束の橋ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱりすごいな、いいですね、この雄大なこう大陸的なこのグルーヴ感、ロックのなんかデカさをちょっと感じさせてくれる曲かなと思いました。ちょっと一回深呼吸してコソコソガチャガチャなんないように、君は行く、こうなんかゆったり堂々とできるようになるのがいいんじゃないかなと思いました。じっくり取り組んでいってください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、学部の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、うわーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときはここのね楽譜に手で書いていくんですよ、このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さんチェックよろしくお願いします。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これここのガズレレ .com、 このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。